株式会社金営は大阪市安倍野区に本社を置くサービス業を呼び不動産業を行う会社で安倍野アポロを運営する近鉄グループの会社である2013年5月まで単元株式数が日本で唯一2000株であったアポロビルにある安倍野アポロシネマの前身は1950年に開館したアポロ座だがそのルーツは 株式会社大鉄映画劇場が1937年に大阪鉄道大阪阿部の橋駅構内に開設した社名と同じ大鉄映画劇場まで遡ることができる。映画間接率にあたっては阪神急行電鉄を率いていた小林十三も関与している。1954年に近衛大劇場、近畿劇場、近畿地下劇場の三館からなる。 金英会館が開館し、今日の石を築いた。戦前には、吉本工業と提携した大鉄過月劇場も運営していた。戦時中に、大阪鉄道が大阪電気軌道と合併し、関西急行鉄道に解消した後、南海鉄道とも合併して近畿日本鉄道と、社名を再度改めた際、大鉄の名称は全て近畿に変更した。 当時の近畿日本鉄道の略称は日本鉄道近畿近日もしくは近畿日本であった。これはすでに大見鉄道が近鉄を略称として使用していたためである。ありがとうございます。